2018年3月31日5時1分陸上男子100メートルで9秒台をマークした記念に、日本陸連からブロンズ像を贈呈された桐生祥秀イコール30日、東京都新宿区。拡大、陸上男子100メートルで日本選手初の9秒台をマークした桐生祥秀、22、イコール東洋大イコールが30日、9秒98の日本記録を検証する2つの式に出席。自身の走る姿をかたどったブロンズ像や、日本学連からの報奨金50万円を贈られた。社会人として臨む今季は200メートルにも力を入れる考えで、100メートルのタイム ×2、19秒96が理想、と、日本選手初の20秒突破に照準を合わせた。今、あなたにおすすめ。